はい、梅です。こんにちは。どうも。今日は2024年の7月の24日ですね。はい、今日も雑談をお送りします。はい、その前にですね、僕ね、最近パークの動画上げてないんですけど、昨日届いたね、ランドとシーと行ってきましたので、今、絶賛動画編集中です。なので楽しみにしてください。なんですけども、ちょっと今日は雑談行きますね。ほんとですね、昨日の夜あたりにですね、X、現 Twitter のトレンドワードで、ハロウィンとかヴィランズとかね、ファシリエとかいうね、そういう気になるワードがランクインしてましたので、それについて解説したいと思います。とこれはもう本当にもろディズニーのね、このハロウィンのこと言ってますね。突然ヴィランズとかファシリエとかなんかドキッとしますよね。ほんとね、これは今年のハロウィンのこと言ってますね。で、どういうことかというと、今年ね、2024年のディズニーのハロウィンはですね、このラウンドの方はテーマが一新されて全く新しいパレードが開催されるっていうことがすでに発表されてます。で、 C は昨年と同じですね。で、今年のハロウィンね、ラウンドのハロウィンはテーマとかコンセプトとか全く未定なんですけども、これね、数日前にですね、バックステージのこれ目撃情報がこの X 現 Twitter に投稿されてました。多分ね、リゾートライン、リゾロアからね、チラチラっとなんか倉庫がね、チラッと見えたようで、で、そのチラッと見えた倉庫にですね、どうやら今年のね、ランドのハロウィンパレードのフロートではなかろうかというね、そういうものが、まあ、投稿されてました。で、それを見るとですね、どうやらなんか、ヴィランズっぽい雰囲気なんですよね、そのフロートがね。なんかね、このアラビア風のなんか装飾がチラッと見えたり、なんか黒いカラスのようなものがチラッと見えたり、なんかアースラのタコの足みたいなのがチラッとね、なんかそういうなんかチラッチラッチラッというね、そういう気になる、なんかいかにもヴィランズっぽい、そういう飾り付け、なんかそういうフロートっぽいものが投稿されてまして、で、まあ、それがですね、まあ、ヴィランズをイメージしたフロートだと仮定するとですよ、わかりませんけどもね。だとすると、まあ、どうやら今年のランドのハロウィンは、なんかヴィランズがテーマじゃなかろうかというね、まあ、そういう憶測が、まあ、飛び交ってました。そのフロートを見てね。で、そこで、かつですね、今年、ハロウィンでですね、どうやら、ファシリエ、魔法のキスですね、あのカエルのあのやつ、あの黒人のあのね、プリンセス、プリンスのやつ、あのヴィランズのファシリエがですね、どうやらランドの方にやってくるという、まあそういうかねてからの噂もありまして、いよいよその辺が現実を帯びてきたという、まあそういう噂憶測で盛り上がってるってことです。で、このファシリエも完全これも噂憶測なんですけども、まあこれもかなり情報としては実は確かで、これ今年の2月なんですけども、海外のですね、このディズニーキャラクターのオーディションサイトっていうのがありまして、ここでね、このキャラクターできる人募集みたいな、そういうのが実は英語でね、海外ではそういう求人サイトがあるんですね。で、そこでですね、今年の2月頃にですね、なんと東京ディズニーランドでっていうふうにね、東京って限定で今年ファシリエできる人募集っていう、そういうピンポイントの求人オーディションがあったんですよ。で、それをね、見つけたディオダの方がいて、で、それがツイッターに投稿されてて、それがね、今年の2月頃ね、プチバズりしてましたよね。で、それによると今年2024年の夏から同じく11月ぐらいまでの4ヶ月間ですね、この東京ディズニーランド、東京ディズニーリゾートで、ドクターファシリエをできる人をオーディションで募集しますと。めちゃめちゃピンポイントですよね。で、これね、期間が本当にね、もろに東京のこのハロウィンの期間、もろかぶりなので、で、もう具体的じゃないですか、ヴィランズでファシリエって。なので、かなり細かいっていうのと、あと先ほどのフロートの目撃情報で、ヴィランズっぽいフロートがあったので、まあこれ間違いないなということで、まあ仮説としてね、あくまで仮説として2024年の今年のランドのハロウィンはヴィランズがテーマで、ファシリエがどうやら登場するっぽいぞっていう、まあそういう仮説が成り立つわけです。なので、それでちょっと
のツイッター現 X がざわざわってしてましたね。はい、まあでもね、これ仮説憶測なので、まあ断定はもちろんできません。なんですけどもね、時々なんかもうさも決定かのようにですね、そうなんだ、今年は来るんだ、こうなんだっていうふうにですね、もうさも決定事項のようにつぶやいてる方が時々いるんですけども、まあこれ決定ではないので、わかんないよ、これ妄想仮想なので、だから鵜呑みにはしないでね、まあそういう条件というか、そういう断片的なものから、そうではなかろうかという、これみんなのでっち上げ予想ですので、鵜呑みにしないでくださいね。はい、ここまでです、妄想空想は。でここからですね、僕オリジナルの妄想なので、これこっから言うことはもう 100% 嘘なんで、本気にしないでくださいね。はい、妄想です。でまあ僕も妄想ついでにですね、まあ妄想するとですね、まあもし本当にファシリンが来るとしたらですね、あのちょうど去年ですね、アナハイムのね、夜のハロウィンパレードでファシリエがいて、めちゃめちゃかっこよかったので、なのであの時のファシリエのね、あの雰囲気とかね、曲とかね、持ってきてほしいですね。去年のアナハイムハロウィンの曲すごい良かったんで、あの曲そのまま持ってきてほしいな。ファシリエも良かったですよ。あとヴィランズといえばですね、まあ今ね、今っていうか最近ツイステが流行ってるので、もしかしたらですね、このディズニーパレードにツイステが登場する可能性もありますよね。いや一応あれも映画ではないんだけども、ディズニー作品ですからね、日本オリジナルですからね。まああとは手下もしかしたら復活の可能性もありますよね。それぞれマスターについて手下がいるかもしれないしね。でも僕手下はね、結構あり得ると思ってて、っていうのがですね、今ディズニーシーはファンタジースプリングスができた関係で、めちゃめちゃライト層に振ってるんですよね。要はライトな、ね、人がもうシーに来てるので、だったらランドはその分ね、マニアに振って、シーは年一ぐらいのライト層で、ランドは思いっきりマニアに振るっていうふうにですね、これ住み分けができてていいんじゃないってちょっと思いましたね。あとランドはやっぱりね、パレードルートに DPA があってね、もう完成されてる、販売方法が完成されてるので、ミニのファンダーランドとか実績もありますので、 DPM 売りやすいじゃないですか。だから手下とかが停止になって、なんか足の前 DPA とかね、販売したらめちゃくちゃ売れますよね。なので、ツイステとかですね、手下っていうのは普段パークに来ない層を取り込めるので、これはぜひやってほしいと思います。まあ、僕がこういうこと言うとですね、はぁ、ツイステとか手下とかやだよって言って、なんかあんなのディズニーじゃねえよとかですね、まあ、あのパークの風景が乱れるとかですね、なんかディズニー分かってないやつが来るからやだ反対ってね、まあそういうこと言う方もまあいると思うんですけども、まあ、確かにですね、まあクラシカルで古風な作品とか雰囲気をね、好むベテラン勢からは、確かにツイステとか手下ですね、作品そのものを、それからファンのことね、嫌いって言えば嫌われてる、嫌ってる人多いんですけども、まあとはいえですね、やっぱりディズニーリゾートもね、できて40年経ってますので、やっぱりね、進化していかないと、時代の流行りとか流行をキャッチアップしていかないと、まあ昭和のレトロな遊園地になってしまいますよね。だから後楽園遊園地とかさ、豊島園とか、そういう古風な昭和の遊園地のままでいいんですかってことなんですよね。やっぱり世の中のトレンドとかね、そういう文化は常に変化してるので、アニメとか漫画の絵柄だって、ね、変化してますよね。80年代アニメって言って、まあ懐かしいってね、懐かしむ分にはいいんですけども、やっぱり今の令和のアニメ、この2020年代のこのなんかアニメの絵柄とかもやっぱ今風ってあるわけだし、音楽なんかでもやっぱりね、80年代歌謡曲とかですね、僕らのこの80年代のアイドルソング、なんか中森明菜とか松田聖子とか、そういうアイドルソングね、全盛期だけども、やっぱ今風のやっぱりね、ああいう K-POP みたいな音楽とか、あとまあね、ネットで流行ってる音楽とかあるわけだから、映画なんかもそう、アニメなんかも漫画もそうで、やっぱりそういう作風品とか、作風っていうのは時代のトレンドとか世の中の文化とかね、そういう意識の変化っていうのがあるので、だからやっぱりね、パークの方もですね、常にこう流行りを取り入れていかないと進化はないので、なのでツイステとかね、手下とかね、そういうのがね、パレードに出たらいいですよね。
はい、とかとか思いました。なのでね、ランドのハロウィンヴィランズってことでめちゃめちゃ楽しみ、あ、わかんない、断定できないんだけど、もしね、もしランドのハロウィンがヴィランズだとしたら、まあいろいろと妄想しちゃいますよねっていう、そういう話でした。はい、よかったら皆さん妄想なんか聞かせてください。妄想空想ですからね、本気にしないで、今言ったこと本気にしないでね、梅が言ってたから決定だって思わないでね、僕が言ったから決定ではありません。絶対鵜呑みにしないでね。たまにコメントでいる、あ、そうなんだっていうふうにいるし、ツイッターでも夢が言ってたから決定ですよねとか、決定事項のように、ね、話が進む人いるので、これ決定じゃないですからね、僕の妄想空想ですからね、決定ではありません。なので情報注意してください。はい、今日は以上です。じゃあねー。